メニューバーとメニューの例コンピュータの GUI 環境におけるメニューとはディスプレイ上に表示される選択肢を指す。ユーザーはマウスやタッチパネルなどのポインティングデバイスを用いメニューの選択肢の中から処理したい項目を選択することによってその処理を行うことができる。ポップアップ式のメニューを初めて実装したコンピュータはゼロックスのアルトであった。 メニューバーおよびプルダウンメニューを初めて実装したのは Apple ンピューターのリザである。円形メニューメニューには用途に応じていくつかのバリエーションがある。MS DOS などのかつての CUI 環境においてのメニューはメニュー内の各項目がキーボードの数字やアルファベットのキーと対応しており、選択したい項目の番号内式号を入力することにより処理を進めることができる。 一方でミドナイトコマンダーなどグラフィカルなコマンドにおいては GUI とほぼ同じメニューが存在する。メニューバーはいくつかのコマンドをカテゴリごとに分類しリスト形式にしたもの。メニューバーは OS に関係なく横一列に表示された各項目をマウスやタッチパネルなどのポインティングデバイスで選択することでコマンドを実行する。メニューの各項目を マウスでクリックするとその下にサブメニューが展開され、サブメニュー中の項目をクリックすると処理を行うことができる。アプリケーションによっては、ウィンドウの中に機能を呼び出すボタンがついていたり、メインウィンドウの他に機能を表すボタンが並ぶパレットウィンドウがあり、これを選択して処理を実行することもある。GUI 環境である、 Mac OS でのメニューバーはデスクトップの上部に常時表示される。アプリケーションを切り替えるとメニューバーの項目も切り替わる。また、Mac OS ではドックのアイコンをプレスしてアクティブでないアプリケーションのメニューを呼び出したりもできる。一部のワープロソフトにおいてフォントを見た目のままメニューに表示し、フォントの選択を容易にする WizzyWig フォントメニューという機能も存在する。このか。 ソフトウェアによってはメニューを切り離し、パレットウィンドウとして自由に配置できる、ティアオフメニューという機能がある。MacOS 以前の OS が持つアプリケーションメニューがまさにその恒例と言えよう。なお、かつてはメニューバーをプレスしたら、ドラッグでメニュー項目を選択する必要があったが、MacOS8 からは現在のようにクリックでメニューを開き、 さらに項目をクリックすることで操作ができるように改良された。この機能をスティッキーメニューという。Windows やそれを模倣した Window マネージャーやデスクトップ環境のメニューバーはアプリケーションそれぞれのウィンドウ上部にメニューが配置され各項目が横一列に並ぶように表示される。MacOS とにはない機能として Access Key という機能が存在する。MacOS の フルキーボードアクセスとの違いは、a LT キーを押しながらメニュー内に下線付きで示されたアルファベットもしくは数字のキーを押すことで該当するメニュー項目を直接クリックした時と同様の効果が得られることである。そのため、アクセスキーはメニューバー専用のショートカットキーのバリエーションの一つと考えることもできる。 ただしすべてのメニュー項目にアクセスキーが設定されているとは限らない。ありがとうございます。